今回は、るろうに剣心、明治剣客ロマン譚に対する解説と、ネットの反応をお届けします。2023年7月から、フジテレビのノイタミナ枠で、るろうに剣心、明治剣客ロマン譚が放映されるね。主演の日村剣心役は斉藤壮馬さん、ヒロインの神谷薫役は高橋理恵さんと、今が旬のお二人を中心に据えたキャスティングだね。もともと、るろうに剣心、明治剣客ロマン譚は、1994年から1999年まで、週刊少年ジャンプで連載され、1996年にアニメ化された作品なんだ。え、そうなの？明治剣客ロマン譚ってついてるから、るろうに剣心の新シリーズかと思ったわ。そこまでが正式タイトルなんだよ。だから今回のリメイクも完全に最初からなんだ。ただ、1996年のアニメ化に関しては原作者の和月信弘先生が激怒したという曰くがある。そうなんだ。どうして？それについてはネット民が詳しく解説してくれてるから、そっちの意見を聞いた方が早いかもしれないな。というわけでネットの反応をお届けするよ。ぶっちゃけ楽しみ。追憶編は思考。どうせなら今の北海道編をアニメ化すればいいのに。それじゃないの？何アニメ化するんだろ。何って原作一巻からだよ。マジか今さら？若い子にはウケるのかね。強くてニューゲームだから大丈夫なのかな。今の Z 世代に青史とか獅子王とかウケるか。獅子王誠はラスボスとしてはよくできてるね。剣心が勝てなかったし、自分の哲学を貫いたまま死んだし。テストと原作通りの展開なら代々くらいのリメイクの価値はありそう。テレ東とフジテレビの能力が明確に試されるな。代々は戦闘シーンの作画は良かったな。るろうに剣心は代々超えれるかな。代々リメイクは何もかも初代超えしてたわ。当時は子供ながらにアニメ版のキャラでザキモいって思ってたし。鈴風真世見なくなったな。当時謎の抜擢だったわ。普通に尾形めぐみでよかったのにな。ボイスドラマの尾形剣心はさすがの出来だったね。鈴風真世の起用はほんと謎だった。しかも主役で、作者がどうしてもと頼んだわけでもある前に誰がどういう経緯で頼んで決まったのか。旧作のキャストは本当にひどかったよな。同じようにアニメに縁のなかった藤谷美紀が薫、アニオリキャラの伊藤和恵、イワンボーの八嶋智人となんかもう本当に嫌な裏事情を感じて。尾形さんでやり直してほしかったが、大人の事情で無理なんだろうな。平成版は原作者の意向を無視された上に、キャスティングへの不満が原作者に向かってとばっちりだったような。令和版は原作者の要望を取り入れてもらってるみたいね。少なくとも、るろ剣の初代アニメは監督もキャストも原作者の和月が公然と批判してて、今回のリメイクは企画から参加してると言ってる。原作者監修ってあんま良くないんだよな。いや最近はそうでもないか。和月は旧アニメ嫌ってるんでしょ。本来キャストも CD 版でやりたかったみたいだし。声が変わるのは朗報だな。全く合ってなかったからそこで断念した人も多いだろう。剣心の声が違和感しかないでござる。薫も劣化してるでござる。動画見た。前のは主役のおばさん声が嫌だったんで、ちゃんと男性の声なのはいいが慣れないせいか違和感。もっと落ち着いた声のが良かったな。ヒロイン外科にもなアニメ声でイラッと感が増す。こっちは前のが良かった。前のはアニオリばっかやってて子供ながらにクソつまんねえなこれと思いながら見てた覚えがあるな。旧作は原作ストックがあるのに圧縮展開させてアニオリ話を増やすという謎の構成だった。チーム編、韓流編、雷獣他編は改編がひどかったな。当時はしょうがなく入れたアニオリ話をカットするだろうから意外にすっきりまとまるのかな。アニメ版初期は出来が悪くて、原作者がコミックスでとにかく切れてた。斉藤はじめ登場あたりから急激にクオリティが上がった印象。旧作は連載中にやってたからアニオリ水増し多すぎたもんな。原作通りやれば2クールで京都編まではやれるだろ。潤沢な予算で神作が買いたくさんあったし、アニメのクオリティとしては秀逸だったよね。引き伸ばしやオリジナルは仕方ないけど演出は良かった。今見てもそこまで面白くない。誘惑とかは今見ても面白いんだけどね。俺は逆だから人によるのでは。さすがに絵はもう古いけど、キャラクターは今でも通用する感じはする。成功するとは思えないな。ブリーチも新作始まったけど初回こそ話題になったがその後ほぼ話題にならなかったしな。方針演技のリメイクみたいな失敗だけは勘弁してくれよ。あれ、期待してただけにトラウマ急に失望したんだよな。戦国バサラの前例があったから見る前から失望して見なかった人も多かったが正しい選択だったな。あれは初代アニメの時点で2クールに収めようとしてエピソードの統合やらキャラの省略やらかして失敗。あそこまでアニメ化に恵まれない作品もなかなかないぞ。うるせえ奴らと同じでこける匂いしかしない。うるせえ奴らの二の舞にだけはならないように。
うるせえは今回のバージョンの方が好きだわ。青志と斉藤の声を予想してくれ。青志、桜井隆弘。今の桜井に許される役は武田勘雄くらいかと。なんで大事なドル箱原作をライデンフィルムに任せるのだろうか。初代のルロケンは手書きなのにすごくよく動いてた。リメイク版はライデンなので作画関連が不安要素だ。ルロケンにはもったいないけどトリガーで見たかった。初代アニメをリメイクアニメが超えた事例ってほぼないよね。やっぱり当時のノリとか雰囲気も重要だから。リバイバルばっかだな。どんだけ今の漫画はしょぼいんだよ。この辺の時代に受けてたものをアニメに引っ張り出してきて今再びうまくいくのかまず疑問だ。画力も高いし中二な世界観も良かった。何よりヒーロー像があの頃では個性的だった。20年も前の作品を今の感覚で考えちゃいかんよ。鬼滅の刃レベルの戦闘シーンを期待してます。というか鬼滅の刃刀鍛冶の里編の後ルローニケンシンを放送でも良かったんじゃね。主題歌と BGM は昔の方が良かったとなりそう。これなルロケンアニメは音楽が良い。戦闘の BGM とか今でもバラエティで使われてるしな。史上最低のアニソンそばかすを下回るって。一応アニソンタイアップ決まったって聞いて作った曲やで。問題は原作を読まずにアニメイコールキャンディーキャンディーって作ったことであんな感じに。当時のスタッフはあれ渡されて途方に暮れながらオープニング作ったそうだ。あまりにも主題歌と内容が噛み合ってなさすぎることが衝撃だったけど、そんな理由だったとは。そばかすはランマ2分の1の主題歌だったら称賛されたと思う。つまり一切の説明をせず曲を書かせたソニーの担当者が悪い。歌詞は壊滅的に合ってないけど曲自体は良いからな。リアタイ組的には歌詞が合ってないのがむしろ思い出深いとすら思えるし。当時のアニメの扱いなんてそんなもん。ナルトのテーマ曲歌った時は原作読み込んで当時抜け人のサスケの思い入れたっぷりに作詞してて覚醒の感があった。エンディングテーマは1分の3の純情な感情で。すげえ増えたな。なるほど。原作者も介入できない謎の勢力によってキャストも主題歌も一方的に決められてしまったのね。今でこそメイドインアビスみたいに原作者ががっつり介入して大成功を収めてるアニメも多いけど、昔は原作者の意向を無視して制作側が一方的にプロジェクトを進めることがほとんどだったんだな。でも申し訳ないけど、どうしてプロの声優さんを起用せずに元宝塚の女優さんを起用したのか疑問だわ。それに関してウィキペディアに興味深い記述があったよ。日経 BP 社が刊行しているアニメビジネスが変わるという著書によると、ゴールデンタイムでも今は家庭の主婦が見てくれないと視聴率が取れない、そこで大人の女性に受ける演技力を持つ声という観点から鈴風真世さんを起用したと制作会社のソニーピクチャーズが語っているそうだ。悪いけどちょっとピントがずれてる気がするわ。今ならともかく当時の主婦なんてアニメ見ないでしょ。当時はそういう感覚だったんだろうね。今とはコンテンツに対する考え方が全く違うんだな。なるほど。1990年代のアニソンにやたら謎のミュージシャン起用が多かった理由がなんとなくわかった気がするわ。そばかすもそうだったけど、とにかくアニメの内容とアニソンの歌詞が全然合ってなくて本当にひどかったわ。名探偵コナンとかひどかったからね。そのあたりもそのアニメを好きで見てる層と制作してる側の思惑が乖離してたからなんだろうな。今は制作側もちゃんとそのあたりを理解しているし、何より今回は和月信弘先生が監修しているから旧作みたいなことにはならないはずだよ。期待できそうね。7月からの放映が楽しみね。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。